三振奏者に芽生えた情熱、三振の音色の面白さ分かってないと思うんです。夢は大きすぎる方がかっこいいと感じている。世界の代表する大きなステージで響かせたい。これはマールボロゴールドと共に夢を追い求める男の物語である。那覇の郊外、家賃2万円 1K のアパート。故郷石垣島を離れて9年が経った。起きてから30分で支度を済ませ、慌ただしく家を出る。週に一度アルバイト先の沖縄そば屋に向かう。もう学生時代からだから、まあ7、8年。可愛い息子ですので、よろしくお願いします。2時間の演奏でギャラは賄い付きの4000円。聴いてもらう相手は観光客が多い。いつものオーダーにいつもの笑顔でいつものように歌う。それが続けるコツだ。大学を卒業して5年、 BGM の仕事はホテルや観光施設にまで増えた。ありがとうございました。じゃあ頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。頑張ってね。今日も仕事？また夜も。夜も国際通り。頑張ってね。はい。はい。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。夜はライブ居酒屋へ。この日はギターサポートとしてステージに上がる。サポートも自分のライブも、ギャラはワンステージ1万円。義母和也と言います。どうぞよろしくお願いします。そんなスケジュールは、ここ1ヶ月変わっていない。平均月収20万円、音楽仲間の中では安定している方だ。今2人の自分が語りかける。まあいいんじゃないの、それで食えてるしみたいな。そしてもう1人の自分。ダサいですね。頑張ると思います。義母和也26歳。進むべき道は見失いたくない。もともとエイサーっていうのは、あの世の人のため、生きてる人の前で歌うんじゃなくて死んでる人のために歌ってる楽器でかっこいいなと思ったんですよ。厳しい自然と戦いながらサトウキビを育てていた父は小学校5年の時に他界した。一番好きなこと多分やれって言うと思うし、それで仕事になるんだったら、ね、よかったじゃんって言うと思いますよ。同世代の若い人たちが、まあ、ヒップホップとかポップな音楽を聴いてる人が多いんですけど、その本当の三振の音色の面白さっていうのを分かってないと思うんですよ。世界の人たちが聴くような大きなステージで演奏して、その面白さを伝えるチャンスが欲しいです。綺麗な花が咲いている。人はなぜにその花の名を嘘花と呼ぶのでしょう。ハイビスカスのことなんですけど、別名愚草花。愚草っていうのは、まあ、あの世で僕とずっとあの世まで一緒に行ってくださいっていうような歌詞をつけました。花たいて赤花かい、花たいて色が生まれる。C
三振奏者義母和也、変わりたい自分のため、夢を叶えるため、そしてプロジェクトイグナイトに参加するため、東京に向かう。夢って多分漠然と思ってたって叶わへんよね。その時の目線とかってすごい大事。今から作りたいなと思う。作れよ。なんで作ってないの。キーワードとしては目を外すな。2、3日後に歌をその日まで作ってきてくれへん。宣言の歌。宣言の歌。